左右差があり。豊橋市で開かれたイベントには、5歳から10歳までの子どもたち10人が参加しました。主催した市政アカデミーによりますと、新型コロナウイルスの感染対策で外に出ず、ゲームなどを続けることで、子どもたちの姿勢が悪くなっていると心配する親が増えているということです。子どもたちはトレーニング用の自転車やストレッチで体幹を鍛え、正しい姿勢を学びました。ゲームとかスマホだとかそういう時間増えてだんだん姿勢が悪くなることが多いので子供も親も意識が高くなるのはありがたいなと思います。きつかったけどいい運動にはなった。覚えて帰れば家でもできることなので良かったと思います。